それじゃ行ってくるわね。私が帰ってくるまで土地まりに気をつけて、みんないい子で待っているのよ。はーい、ジョー様、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。むっちーの、あ、ダメだ。唯一の理解者、リーズ、あの塔には決して近寄るなって、いつも大人たちが言ってたじゃないか。危ないよ、行っちゃダメだ。フィーロ、いつ誰が私に意見しろって言ったのかしら。そうだ、お前みたいな奴が女王様に意見するなんておこがましいぞ。弱虫はいい子でお留守番してな。さ、行くわよみんな。子供たちの中でも階級社会ができてる。恐ろしい。大人がいなくなっても結局似たようなことが起こってしまうんだなっていうことを教えてくれているこのゲームは恐ろしい。人間ってのはどうなっても結局階級社会ができてしまうっていう恐ろしいことを僕に教えてきている。あなたは確かユーシスさんでしたね。僕フィーロって言います。なんだか情けないところを見られちゃいましたね。ははユーシスさん、リゼロッタは以前失敗した魔人召喚の儀式をまた試そうとしています。彼女はそのために儀式に必要な琥珀の宝珠があるという忍者の塔へ向かったんです。でも大人たちは忍者の塔には決して近づいてはいけないといつも言っていました。ユーシスさん、旅の方にこんなことを頼むのは気が引けるのですが、お願いがあります。僕はこのままリズを放っておきません。どうか。しょうがないな。ま、それが僕の。ま、これでも、そうだよね。ちょっと今思ったのがさ、まだ蝶々の話が出てないんだよね。だから、もしかしたらワンチャンここ止めない方がいい可能性もあるけど、ま、行くか。ありがとうございます。忍者の塔はセレット山道を出て山道を北に進み、忍者ハル海岸の遺跡を抜けた先。なるほど。僕が先に向かいますので、ユーシスさんも了解です。子供一人で行かん方がいいって。しかもお前だってあれよ、ムッチーのも一緒にいないから結構まずいと思う。僕と一緒に行こう。あ、待って。ちょ、今飛ばしちゃったんだけどさ、今ちょっと話してたのが、この街は光の川をたたえる地と言われていて、少し前まで谷の底からたくさんの光が溢れていた。これ多分さ、アストルティアにあるなんか光のね、谷があると思うんだけど、あれのことだと思うんだよね。で、それがなくなってると。でも今はどういうわけか光が途絶えて、ただの谷になってしまいましたってことで、これ結構重要なんじゃないか、もしかして。さ、忍者ハル海岸ってことで、ここからさらに北に抜けるんだっけ？あ、あったね。忍者の塔。あそこに行けば、いいって感じかな。今のところのストーリー的には。忍者ハル海岸の忍者の塔。で、あそこで儀式をして、いやでも儀式してなんかもう良くないこと起こるね。まあ、なんとなく想像はつく。なんか良くないこと起こるんだろうなっていう。だって、みんな止めにかかってないけど、一人だけ止めにかかっている時は大体良くないこと起こるのよ。ガーゴイル多すぎだわ。なんだこれ。ガーゴイルの巣に入っちゃった。どうしよう。やばい。ガーゴイルの巣に入ってしまった。助けて。いやだ、死んたくない。あ、意外と全然大丈夫だった。これどうやって行けばいいんだろう。これさ、海岸遺跡の中に入っちゃっていいのかな。これだって他に行く方法ないよね。もしかしたらあるかもしれないけど、なんか見た感じさ、他になんか道がなくて道続いてる。おお、ここあれなんだっけ、やばい、名前忘れた。こいつあんまり見ないから、なんだっけ、なんたらナウマンボウがいたな、そんなやつ。いや、そうじゃなくて、マップ的にさ、行けそうな場所って大体こうなんか高低差があるせいで行けない場所が多かったんだけど、入んなくてもこっちから行けるのかな。いや、行けないな。ってことはやっぱ海底遺跡の中入るって感じなんかな。いや、あ、こっちから行けたわ。ごめん、こっちから普通に行って、待ってけど、まずどうやって海底遺跡入るんだ。なんか緑色のマーキーというか入れるのかなって思ったんだけどさ、海底遺跡入れなくない？なんか水があるせいで、水なんか抜けたりすんのかな？水抜けるなんてことあんの？わかんないけど、海底遺跡の行き方がよくわかんないの。緑色のマークはあるんだけど、あ、これか、海底遺跡。鍵がかかってる。あー、なるほど。まだ行けないのかな、じゃあ。なんかしら、あ、もしかしてこの後のストーリーで行くことなんのかな。まあ、とりあえず、じゃあ、さっき言った通り、忍者ハル海岸を向けた、なんだっけ、忍者の塔だっけ、に行こうかな。危ない。よしよし、抜けた。よく抜けられた、そこ。マジで魔物の量多すぎです。プラス、最近ちょっとレベル上げしてないせいで、レベルが。やそうで、これは何だ。やっぱ危険。ここですら結構なのに、こっからさらに危険。あ、で、待って、こっち行かなくていいんだ。ここ右側にあるわ、忍者の塔。さあ、忍者の塔つきそうだけど、なんでここにシスターいんの。なんでこんなところに。この人は大人、子供どっち。まあ、一応、セレットじゃない、セレの街じゃないから、大人いてもいいのかな、ここら辺は。まあ、でも実際、大人を消そうと思って消したっていうよりも、消せたからラッキーみたいな感じだから、別に大人が来ても別にいいのか、セレの街的には。ああ、大人、久々に見たな、みたいな感覚なんかな。ああ、ユーシさん、来てくれたんですね。到着してよ。めちゃめちゃでけえ。リズを止めるためにここまで来ましたが、いざこうして塔を目の前にすると気遅れしてしまって情けないですね。
僕のお父さんは町の神父だったんです。この塔には絶対に入って、ああ、なるほど。町の神父の息子だったからお父さんのに言われた通りって感じなんか。他はみんなね、神父がなんか言ってらみたいな感じだけど。お父さんからきつく言われていました。神に仕える僕が教えに背くなんて、お父さんが知ったらどう思うでしょうね。あの古い教会で遊ぶようになるまでは、みんな大人の教えを守る真面目な子供たちだったんです。毎日、ダーマ神殿に行って、お祈りをして、鐘が鳴ると、大人たちが迎えに来てくれて、みんな平和に暮らしていたんです。どうしてこうなっちゃったんだ？やっぱりあの、執事のせい？今は、ユーシスさんだけが頼りです。大人がいない間に、誰かが彼女を止めないと、さあ、行きましょう。いつも僕だけが頼りっていう状況になっちゃうんだよな。結局、そこが結局僕の魅力なんだろうね。さあ、こっからダンジョンなのかな？忍者の塔。ダンジョンっぽいかな。でもこれダンジョンだとしたら早くない？もう終わっちゃうよ。もうボス戦なんてことある？そんな早いの？このストーリーって。ねえ、まだ始まったばかり。そして泥人形邪魔くさ。おい、ちょっとどいてくれ。おい、あ、でも隠したか、だから別に襲ってはこないか。うん。さあ、てことで、ここは結構長そうかな。近日の祭壇は、6階は長いね。長いけど、まあ、ただ、あれかな？なんだっけね、エルトド大陸のストーリーと同じ感じ、アズラの塔と同じだと考えれば、まあ、そんな、水の塔か。水の塔と同じくらいって考えたら、まあ、別にそこまでなのかな。ただ、水の塔と比べてかなり近代的な感じ、プラス、石碑がある、これは読みたい。この、大地と海が精霊の恵みで満たされんことを、忍者春の民に光あれ。ほう。なるほど。これもなんか関係あったりするのかな。さ、これは一応石碑なのかな。ここは忍者の塔、海洋都市忍者春の民の信仰の象徴なり、海洋都市、あー、だから水がなんか多かったんか。まあ、海洋、あ、まあ、確かにそっか、海に近いから海洋都市って感じか。はいはい。そしてここもあるのかな。あるね。闇は常に我らの中にあることを忘るるなかれ。結構深いこと言ってんな。まあ、確かにそうだな。確かにそうなんだけど、急になんか深いことを言い出してびっくりしちゃった。あれれ、これはタンスミミックさんですね、やっぱり。待って。あ、びっくりした。これも、実はミミックでしたかなって思ってびっくりしたけど、これ襲ってくんのかな？大丈夫？怖いよ。今は手を出さない方が良さそうって言われてるから、一応手は出さないでおこうか。さすがに勝てない。さあ、あ、もう3階なの？あ、1階かと思ってたけど、さっきの2階だったんだ。で、ここもいろいろ見て回れる。アップね、ダークピーシャーがいそうだった。ここら辺でまだ行けないのか。はいはい。まあ、とりあえず行けるところから行っていく感じで良さげかなってか、まあ、ここしか行くとこないか、まず。ここしか行けなくて。地獄の門番さん？あ、ベレスだ。ベレスさんだ。とりあえず今行けんのはこっちだけか。じゃあここ行きの、そしてまあここら辺は別に石碑とかもないのかな、別に。あ、なさそうだから行っちゃおうか。月が近いね。え、こんな月近いの？え、だから月よ。え、場所おかしくない？月の位置。なんかさ、もうちょい高くにない？月すごい。え、めちゃめちゃ近くにあるじゃん。あ、なんだ？不思議な形をした黄色の台座のようなものがある。え？なんか使うのかな？あっちにも塔があるから、あっちに向かうとき、もしくはあっちから出てきたときに使うみたいな感じなのかな？まだわからないね。あっちはでも上から繋がってるわけでもない。下から行けんのか？下から行ける可能性もありそうだけど、まだわかんないな。あ、これも黄色い台座じゃない？あ、白い台座か。これはまた謎解きなのか？でも謎解きとしてはでも別にやんなくてもいけそうだもんね。これはなんだ？黒い台座。なんだ？別にでも押す順番とかあるわけでもないもんね。赤い台座で、あっちが黄色い台座で、で、今こっち見たんだけど、こっちが青い台座だったから、5箇所くらいあるんだけど、どれも押そうって今選択肢がなかったから、まあ、今はとりあえずはできないのかな。まあ、できるとしても今ではない。お？あれ？なんかない？なんかある。なんかあるね。これは、秘密の部屋、ハリーポッターと秘密の部屋キーの、あ、出た。これあれじゃない？そうだよね。五角形の石塔で羽生えてる。あー、出た。僕が悪いよ。これは僕が悪いけど、盗賊の鍵を持っていない。まあ、とりあえずここなんもなさげだから4階行こうかな。で、4階行って5階行って6階でもうゴールだから、まあ、そこそこ近いのかな？うん、ゴールは。さあ、で、マップ的にはここか。ここ行きの。で、こっちはなんもなくて、左行きのモンスターがいないね。タンスミミックがいて、泥人形も一応、いや、めちゃめちゃいる。なんでここだけいなかったんだ？で、ここ通ります。こんにちは。そして、外に出ます。ここよく抜けられたな。闇芝じゃないこれ。闇芝だね、知ってる。そして、宝箱で、ここでの、そして左行って、お、これは本一個くらい大事なのあんじゃない？初めての呪術。お、これは気になる。恋愛、仕事、家族。古今東西、私たちの悩みは尽きることがなく、多くの場合、人間関係にその端を発している。あんな奴、いなくなってしまえばいいのに。そう思ったことは誰にでも一度はあるはずだ。この本では、そんな憎い相手を懲らしめる呪術を簡単、お手軽にできるよ。怖すぎるって。図解とともに分かりやすく紹介している。はい。ただし、呪術は、術者本人に呪いが跳ね返ってくることもある。これはまずいんじゃないか？これ、リゼロッタに、
帰ってくるみたいなことあるんじゃない？変わった本はない。そして、ボロボロになった誰かの日記帳。これはさ、もしかして、呪術使った人の日記みたいな？いよいよ明日は私の初めての任務となる。考えるだけで胸が高鳴り、なかなか寝つけない。一体どんな村なのだろうか。私に課せられた任務は魔物に狙われた村を守り、将来にわたり寄せ付けない対策を考えること、とても責任の重い。この村が精霊度ってことなんかな。とても責任の重い任務だ。死は私ならこの重要な任務を達成できると思い、任せてくださったのだろう。その信頼が嬉しい。死の期待に応えるため私は全力を尽くそう。はい。そして、こっちは日記ない。これは、まさか、ね、続きないパターンですか？続き、あ、よかった、続きあった。例えば、自らが何日もかけて解決した問題をふと現れた天才に一瞬で解かれたら、人は何を感じるだろうか。ほう。自ら血の滲むような努力は天才のひらめきの前では何の意味もないという現実を目の当たりにしたとき、ま、鬱になるか？人は、笑うのだ。圧倒的な才能の前で私は笑うことしかできなかった。果たして私の探求に意味はあるのだろうか。そう考えると胸が張り裂けそうになる。彼の無邪気な笑顔がひどく残酷に見えた。なんだこれ、全部同一人物なのか、それとも別の人が書いてるのか、それによってもまた話変わってくるけど、これがもしさっきと同じ人だった、めちゃめちゃテンション変わりすぎじゃない？変わった本なし。ここは、あ、誰かの日記帳。太陽は明るく地上を照らし、寒さに凍えるものを、あ、優しく温めてくれる。だがもし、太陽に近づきすぎれば、眩しすぎ光で目はつぶれ、その熱に体は燃え尽きてしまうだろう。レイダメテスじゃん。これ実質レイダメテスってこと？そして、太陽がなければ、輝けない月は、そんな太陽から離れることも叶わない、一層哀れな存在なのだ。お、ボロボロになった誰かの日記帳。書き殴ったような乱雑な文字で様々な呪いの言葉が書かれている。え？マジで？あいつに何が起こったの？あの、死を尊敬していたあいつに何が起きたの？本当に同一人物？違う人かな？でも、違う人だったらなんでここに日記帳が、おっと？なんだこれは。なんか、明らかすぎるまがまがしいオーラがあるんだけど、目が見えますね。目が見えて消えましたね。まだ6階じゃないのよ。まだ6階じゃなくて、この4階の段階でこんな、扉は強力な魔力に包まれている。まあ大丈夫かな？行こう。なんだ。なんだこの世界は。あれ、これもしかしてあれじゃない？これなるは、試練のもん。やっぱそう、試練のもんだよね。僕、一週間に一回やってるからわかるよ。一週間に一回、なんか一体倒すごとに、だいたい10万経験値くらいもらえるか、めちゃめちゃ経験値稼ぎにいいということで、あの話題の試練のもんですか、これ。この門を通らんとするものよ。試練のもん、魔物に挑み、何時の力を示せ。なんで僕だけなんだよ。さっきだって他の人も通ったはずでしょ。ね、リゼロッタとかなんか、なんで僕だけな？あいつらこいつに勝ったのもしかして。ビッグモーモン。かわいい。ね、めちゃめちゃかわいいんだけど、こんなやつが本当に、おーおー、顔でけえ、怖え。顔がでかいのよ。タナトさんって聞かんとりあえず、ビッグモーモン身をかわしていく、吸血。モーモン、まあでも。顔はね、いつも通りだから言ってしまえば、まあ、これでとりあえずまあただ、別にめちゃめちゃ強敵ってわけではないでしょ、試練のモンとはいえ、魅惑の踊り、まあ、モーモンがただただ強化されたみたいな感じなんかな、うん、やってることは普通のモーモンと変わらないはずだから、まあ、そこまで火力の高くなったモーモンと考えれば別に大したことはないでしょう、顔が怖いです。タナトさんと、オーケー、タナトさん半島でやってやりましたよ。やっととどめを刺せるレベルまで来たよ。お、門を覆っていた魔力が消え去り扉を通れるようになった。なんでリゼルコたちここ無事で行けたんだよ。リゼルコたち強すぎだわ。まあ、でもあれか、プッチーノだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃったけど多分違う。なんだっけ、なんか、ナブスタブルーク違うな、それはアンダーテール。なんかいたけど、あいつに倒してもらったんかな。さあ、5階到着したけど、ここからは、これまさかツボックってことないよね。まさかツボックってことありませんでした。まあ、一応緑の扉がこっち側あるから、一旦こっち行ってみるけど、おそらくだけど、僕の予想だと黒い宝箱があって、僕が取れなくて泣き叫ぶというオチになる気がする。てか、まず開けられる？ここ。開けられる？え？なんかそっち見えるけど、開けらんないんだけど、は？何この緑？え？待って。違う？こっち側？あ、違う！はしごがある！そして、ここはどこ？私はだ、よかった、赤い宝箱だ、力の指輪はマジで、そして、この先に、
また6階へと続く道があるわけだよね。そこ行ったらもうだから実際問題終わりだよね。この忍者の塔結構意外と早かったな。6階に到着と。でもうだからここまで来たらやることは一つ、ここに入るだけだよね。いやついにか。え待って嘘だろ、まさか。えもう終わり、僕まだ何もしてない僕まだ何もしてないんだけど。いやまさかここで終わらんよな。いやボス戦ないっしょさすがに。えでもここまで来てないことあるここまで来てないことあるとも思っちゃうけど、ただだってさメルサンディとかと比べてあまりにも早すぎるね。ここでもしボス戦だったらさ、魔人復活しちゃって大丈夫なんかな。僕は彼を信じていいんでしょうか。執事をやっと見つけたわ、これさえあれば。やめるんだリゼロッタ、リゼやっと追いついたぞ。フィーロ、また邪魔しようっていうの？大人まで連れてきて、どういうつもり？大人じゃない、名誉子供だ。リズを止めるために決まってるだろう。もう魔人の召喚なんて危険な真似はやめるんだ。そういえば何を叶えたいんだろう。ねえ、旅の方、あなたは蝶を探してるとか言ってたわね。あ、持ってんの？蝶って、これのことでしょ？蝶？あ、なんか、ガチ蝶思ってたよりガチ調。悪いけどこの琥珀の、あ、琥珀の宝珠ってこれなの？先に手にした私のものよ。残念だったね。これを使って伝説の魔人を呼び出し願いを叶えてもらうのよ。殺すしかねえか。やめるんだ。あのセルドの町を綺麗なお城にして、子供たちが毎日楽しく暮らせるような夢の子供王国を築くの素敵でしょ？リズ、お前は大人が禁じていた召喚術に手を染めてまで一体何を願うのかと思っていたら、そんなくだらない願いを叶えるのがお前の望みだったのか。大人たちに戻ってきてほしくないのか。大人ってうるさいわね。魔人の力を使えば大人がいた時よりよっぽどいい生活ができるのよ。大人なんて私たちにはいらないの。まあでも大人、多分この状況で大人来たら許してくれと思うけどな大人もまあ働かずに食料もらえるんだったらそれに越したことないと思うけど。さあぼさっとしてないで行く。あ、琥珀の宝珠がここにあっただけなんか。町に戻って魔人召喚の儀式を始めるわ。あ、なるほどね。いや、じゃあそれこそもっと早く来とけばよかった。ミスった。顔が怖え、がんぎまってんのよ。女王様の御心は私めの心。これで、ご主人様の願いが叶います。ニヤ？やっぱニヤってした。おい、こいつやってんぞ。おい、だから魔物は信用しちゃダメだって、リズ。無理するなよ。あいつ、やっぱり、ろくでもねえやつだってよ。そんなことじゃないかと思ってたよ、僕は。ご主人の願いが叶うって絶対魔人が悪いやつで魔人を使えてて、で、まあ、願いを叶えが本当か嘘かはわかんないけど、まあ、それで魔人復活させようとしてんじゃん、あいつ。僕は、今まで彼女の暴走を止めることだけ考えていました。でも、教えに背いてまで、この塔に登ってみて気づいたんです。僕は、一人で責任を抱えようとするリズを助けたかったんだって。すいません。僕も彼女を追います。ユーシスさん、ありがとうございました。俺は？俺はあれ、俺はないんでしょうか。いや、まあ、別にいいんですけど、まあ、子供にそんな、俺をたかるような真似はしたくない今日。ただ、僕は何のためにここまで来たの僕は、結局、琥珀もゲット、宝珠もゲットすることができず、何をしにここまで来たんだ。いやでも絶対良くないじゃんね。この柱見てよ、明らかに良くないもんあるもん。古くて立派な祭壇だ。どうやら長い間使われていないようだ。まあただ僕の目的は蝶を手に入れることだから、まあどうにか魔人の復活を阻止する、もしくは阻止できなかったとしても、まあ蝶々を手に入れることはできるってことなんかな。てか蝶々さあれ本当に合ってる？クローズなんかさ、僕の思ってた蝶々と違うのよ。どっちかなんかなっていう、その蝶々っぽい何かなのか、モノホンの蝶々なんかなって思ったら、片方が偽物で片方がガチモンっていう、なんかこれ本当に両方合ってるっていう感じになってるんだけど、本物の蝶々はまだわかるけど、髪飾りで本当になんとかなる？